正直余計なお世話なんですけど。うん、いかなる誘惑逆境にも揺らぐことのない絶対の理性、感情にとらわれることなく正しい答えを出せる究極の知性、そんなものにどんな価値があるっていうの。君は人の話を聞いていなかったようだね。物質的もしくは精神的な破滅を避けるために。そんな話をしてるんじゃないわ。私が言いたいのは、そんなご大層な存在になる前にできることがあるんじゃないかってこと。ヨシアも言っていたけど、私たちは無力な存在じゃない。今回の異変にしたって、みんな最初は戸惑いながらも次第に協力して前に進もうとしてた。王国各地をめぐって私はそれをこの目で確かめた。別に進化なんかしなくたってなんとかやっていけると思わない？群れて生き延びるのは獣や虫ですらやっていることだ。その程度の行動をもって君は人の可能性を語るつもりかね？別に同じでもいいじゃない。私たちだって生き物であるのは確かなんだし、それが生きているってことの強さなんじゃないかな。何？もちろん人はそれだけの存在でもないと思う。そうした命の輝きを原動力に自分らしく生きていこうとする、そんな存在だと思うの。でもそれはあんたの言うような万能超人である必要なんかなくて、みんながちょっとした思いやりでお互い助け合うだけでいいんだと思う。多分輝く輪を封印した人たちも同じ考えだったんじゃないかな。奇跡に頼り切っちゃうことも良くないことかもしれないけど、それ以上に人と人がお互い助け合う余地がなくなることが何よりも良くないことだって。エステル、人は人の間にあってこそ真に人として立つことができる。エステルちゃんの言う通りやで。何かと思えば助け合いか。そのようなことは歴史を振り返ってから言いたまえ。例えば幾度となく繰り返されてきた戦争という名の巨大なシステム、その狭間において人の絆は無力な存在でしかなかっただろう。そんなことない。お母さんは戦火の中命がけで私を守ってくれた。そのことがきっかけで私は遊撃士の道を志して、そして今ここに立っている。この異変を止めて戦火を未然に防ぐために。それでも人は無力だって言えるの？ふん、ああ言えばこう言う。もしあなたが本気で人が無力だと信じてるのなら、だから進化させる必要があるんだと思い込んでるなら、だとしたらあなたはとってもかわいそうな人だと思う。だって信じ合って助け合うことの喜びを知らないんだもの。私たちが人があがいているのを見ることにしか喜びを見出せないなんて、そんなの寂しすぎるよ。でも私は遊撃士だから、あなたが自分の事情にみんなを巻き込むことは見過ごせない。悪いけど力ずくでも止めさせてもらうわよ。